ファンディーナは日本の競争馬。主なカチクラは2017年のフラワーカップ。場名の意味は良い夢を。母なより連想。2014年3月10日、北海道浦河町の谷川牧場で誕生。牧場時代のファンディーナの様子について、谷川貴秀代表は本当におとなしくて人懐っこかった。同じ放牧場に若駒が14頭いる中で、 ファンディーナだけは、息の入りが早かった。これは走るな、と確証を得たような感じでしたと実感している。一口場主法人、ターファイトクラブから総額4500万円で、募集された。デビュー前から、同級者の実力バレー部ミストラルと合わせ馬を行い、仕上がりの良さが注目されていた。1月22日の新馬戦で、岩田光生を背にデビューし、 逃げて直線は持ったままキューバ審査で大楽勝する衝撃の走りを見せた。二戦目の椿賞では岩田が同日のフェブラリーステークスで栄心抜拳に騎場するため川田賞美やびが代役を務めた。単勝1.3倍の断然人気に押され、スローペースから逃げ込みを図るタガノアスワドーを上がり3回33秒、例の5足でかわし去り、最後は抑える余裕を見せて、 デビューから2連勝を飾った。3戦目のフラワーカップは2番手を追走し、4コーナーで先頭に立つとほぼ思ったままで後続に5馬審査を、つける圧巻の走りを見せ、デビュー3連勝での重賞発制覇となった。勝ち時計1分48秒7は2006年に、キストヘブンがマークした1分48秒9を0秒に更新する、レースレコードだった。大歌賞は、 中二週となるため回避し、中三週でボバ相手のサツキ賞に出走することが決まった。サツキ賞へのクラシック登録がなかったため、追加登録料200万円を払っての出走となったが、秀光以来69年ぶりの頻馬による、サツキ賞制覇が期待され、単勝、2. 2.4倍の一番人気に支持された。しかし直線で失速し7着に敗れた。レース後、 調教師の高野智和は今後は順調ならばダービーへとコメントしていたが5月3日にはオークスに出走するか休養に入るかの2択であることが発表され5月5日に馬体の回復の遅れからオークスには向かわず休養することが決まった秋はローズステークスで復帰し馬体重がプラス 22kg と太め残りながらも一番人気に支持されたが 直線半ばで失速して6着に敗れた。週刊賞では、デビュー以来初めて1番人気の座を譲り、アエロリットに次ぐ2番人気となる。レースでは、積極的に先行して握る川北円化の後の2番手を、追走するが、4コーナー手前でモズカッチャンにかわされると、ズルズル交代し、13着と大敗した。レース後、安城の岩田は、反応がなかった。追ってから、 すっと言ってくれなかった。ばばも答えたのか、とコメントした。続く一戦には、初のマイル戦となる、リゲルステークスを選択したが、またも直線で失速して急着に沈んだ。同レース後に、右甲子を痛めていることが分かっていたが、12月20日になって、右腸骨を骨折していることが判明し、長期休養に入った。7月11日、復帰を断念して、 現役を引退することが発表された。絶大な期待を寄せられながらもサツキ賞以降は結果を残せず無念の引退となったことについて高野調教師はこれからの人生で後悔の感情が心の奥底にずっと残りそうです。本当に申し訳ない思いですとコメントした。引退後は生まれ故郷の谷川牧場で繁殖品場となる。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。